グローブはします、怪我しないように。僕ね、東京育ちのもやしっ子なんで、ダメなんですよ虫とかだからカーブラピー太郎さんとか、この頃よく出てくるチャチャキ君とかね、茂みの中躊躇なくバー入ってくるじゃないですか。重たいですか。はい、僕やりませんはい、大人のおかっぱりです。あ、今日はよろしくお願いしますあ、コンクリの上で釣りしてるから、足場のいいとこでね、おかっぱりの、おかっぱりの基本、足場のいいとこで釣りましょう。危ないからね。普通の人はクモの巣とかケムシとかの中をみんな入っていくのかな。みんながみんなそうじゃないと思うね。やっぱ嫌な人もいると思うんです。アルティメットバスのカメラマンとかに、入らないですかとか言ってくださいって無責任に言うんですよ。いや、嫌です。僕釣るんで僕あの本当に足場のいいところでね、入らなくてもいいところで、釣りやすいところで僕釣るんで、だから僕は好きに作った普通のね、みんながね、みんなだって足場のいいところでね、やりやすいところって混むじゃないですか。そういうところでもうちゃんと魚が簡単に釣れるように、そこで食わせられるルアーを作らなきゃ、僕がやばいみたいな、あの茂みの中に突っ込めって言われちゃうと思って、必死に作ったのがスキニーボックス。ちょっとね、カラーもいっぱい出てんだけど、ちょっと朝は目立つ色って言っても、やっぱりちょっとプレッシャーの高いところ今やってるんで、全体的にやっぱナチュラル系になっちゃうね。今ピンテールのスキニーシャイナー使ってたんだけど、今度はスキニーカーリー。これはその色のアピールっていうより動きのアピール、テールで水流たくさん出すでしょ、だから目立ちやすいというか、昨日というか一昨日の夜大雨降って、すげえ昨日はコンディション悪かったんだけど、まあ朝一なんで少しはいいかなと、活性高いかなと。ただね、やっぱそのちょっと前まですげえ釣れてたせいかな、めちゃくちゃ今ね人も多いんですよね。もう日曜日とかこんなポイント入れないぐらい人がブワーって並んじゃってて、ね、本当に釣りやすい場所に人並んでるから、やっぱヤブコ来たくないんだみんな、あれこっち側じゃんみたいなピータローさんとかチャチャキ君とかみたいに、みんな憧れ、あれは憧れ、現実はこっちね。流れはダメなんすよ。飛べって言われた今。ちょっと流れすぎちゃってんな。これで食ったらまあまあいい。まあ迫力だな。難しいけど、そうは問屋が押さないですね。そうは問屋が押さないって問屋ケチなのかな。
足場の低い方に持ってきます。よっしゃガイガスだけどね。ちょっとね天気がすげえ良くなったんで、ちょっとシェードパターンスキニーカーリー31のジグヘッドね。あのね、うん、あのここ下シェードになってるから、この今このシェードの中にもうなかなかないね、こういうキャストね、足元に打ち込むスキッピングって、これをやってこうホールで落としていくんですわ。まあ水深そこそこね、2、3メーターはあるから、でこうフォールして落ちたところ中に落ちてでしょ、これを今ちょっと流れてるんでシェイクしながらこう奥に入って着生したのをシェイクしながら上に上げていくんですよ。そうするとやっぱ流れの中上流向いて泳いでるんで、こう上から餌が流れに負けて落ちてきたのかなみたいな感じで、ただねこういうとこは港だったりもするから、あの係留中の船とかいればちょっと遠巻きにねすごい距離を置いて近くであんま釣らないっていうマナーもね守りながらやりましょうね。何人3オイル200じゃないんですよ。やっぱね、もやしっことしてはいかに健康的に見せるか。やっぱりそしたら白じゃなくて黒じゃないですか。はい、そうっすね。黒くいきます。まあやっぱね、あのこういうとこ降りるときも人ですから。文明の利器は大事だから、階段あったら階段まで回って降りる。わざわざ草を開けていく必要はない。毛糸いすぎてマスいなそう。あ、いた今マスに直撃しちゃった。違うかな、今この魚かな。さっきウォーターメロン使ってたのを今ね、魚が結構多いんで、こうね、マジックシャット、マジックシャットの月にシャイナー 3.5 買えます。これは違うなぁ、回ってるなぁ、鯉だって言いながらも、この鯉は反則だわ。ネット持ってきてねえよ。あえて今探してたのにさ、誰かが後ろからいたずらに動画撮ってくからさ。強いね、スティーズフロロモンスタータイプ12ポンド。あんな声を引き抜けちゃう。でも最初バスの値っぽかったんだけどこれからやるとこはあのネットが入らないちょっと隙間を釣るんでね、あの釣れたら一気に引き抜かないといけない。なんでちょっとあえて今ネット置いてきました。めっちゃビート溜まってる。よし。
いしょ。よいしょ。ね。ここね。このサイズも引き抜ける。このパワーがあれば。パックリンチョ。よっしゃー。やったぜ。狙い通り。まあ、この僕でやってるね、やぶこぎをしないおかっぱり、これ本当にね、安全だし服も汚れないし虫にも刺されないしなんだけど、まあやっぱ人がやりやすいからね、人がどうしてもやってる後の釣りになるんで、人がやった後どう釣るかっていうのがね、課題になると思うんだけど、まあ僕がやってるのは人より丁寧にというか細かく、こうみんながこう1メーター刻みでもし打っていったとしたら、僕はもうそれを3分の1の30センチ刻みに打っていく。だから人が打ち漏らした隙間を打てるように丁寧にを心がけてやってる。でアプローチもなるべくこう静かに落としていく。ヤブがあって一番いいポイントでヤブがあったらね入らないから、結局2番が1番になっちゃう。これ大事かな、これの中でね。そんなもう何に贅沢なこと言いながら、より好みを言いながらやってても、好きになれば釣れる。あぶんこがんす、声が釣れそうだからやめよう。また声が釣れそう。向こう側に渡ろう。で今ネコリグ進化、まあ TG のリーンね、リーンを入れて、ちょうどボディの真ん中に入れたんで、水平に落ちるようにします。だから投げるとこう水平にこう尻尾振りながらこうやって泳ぎながら来るような、まあ横の動き系用に今引いてます。これね、こんな感じで3インチのスイマー、お腹にリンが入ってます。でオフセット、まあこのヘイリーリグのいいとこは非常にね、根掛かりしづらくなってる。すごい複雑なストラクチャーの中を通したい時、やっぱダウンショットとかのね、進化がそれを拾っちゃってスタックしてなかなか攻めづらいんだけど、ネイルリグってやっぱ出っ張ってるもんがないんで、スルスル抜けてくる。で、まあ脳進化と違ってやっぱウエイトが入ってるだけあって、結構風があってもねコントロールしやすいし、推進アウトもしっかりフォールさせられるから、これね結構便利ですよ。まあ魚がついてる場所がちょっと絞れてない時とかで、プラグとか引くにはちょっと根がかり多いなっていうところのパイロットルアー的に、これはよく使ってます。ネット用意したのにネット使うまでもなかった。ジン、スキニースイマー、ね、ちょっと小ぶりだけどね、Pラインでブッシュの中をこのネイルリグ、ネイルをお腹に入れて、リーンの 0.9g、ね、入れて、まあカーブホールね、スーッと、もうカーブホールするとこの尻尾がねプルプルプルっていくのが売りなんで、でカーブホールさせてバチッ食わせました。イエーね、こうやって安全なところでコンクリートの上でやってても釣れるわけですよ。
ブシはかき分けなくても釣れるとね。ノーブッシュマイライフ。まあね、今日一昨日の雨の影響ですんげえ濁ってんすよ。茶色茶色、まあ、茶茶ここに来たの。でもこういうねブッシュの内側って案外澄んでんだよね。ブッシュとかテトラとか巾着の内側ってやっぱ濁った時って内側がね澄んでてね、やっぱ魚もそれ分かってて入ってんだよね。で減水しちゃって水全然ないんだけど、まあそれでもやっぱ水がいいから魚残ってたね。おっと、バイだ。今泳がしてたら食ったよ。この動きはやっぱね、食うね。なんかついてきましたね、今ね。一度ボイルしてる。チャンス。よし、あったー。ちっちゃいのかな。針まで行ってねえか、ちっちゃいのかな、でも。面白い、引いて食うね。今スキニースイマーのまあ本当スイミングっていうかタタ巻きで、ね、で通過させてると食ってくんだけど、なかなかちょっと乗んないんだよね。当たった。乗んないって感じっすよ。ちっちゃいかな。ちっちゃくてもちょっと乗せたいねあれはね。ここはさ、足じゃなくてガマなんだよね。葉っぱ見てみると分かるんだけど、ちょっと形違うでしょ。ここはね、珍しくガマな。そう、ガマの穂があって、で、よし、来た。うわーっと、とっとっとっと。おまけ付き。ドロドロ。見てもしましま。もうはい。もうちょっとごめんなさい、もうちょっとやる気出してみたいな。スキニー。よいしょ。シャイナー。尻尾見わかる？はい。はい、スキニーシャイナー丸丸のみみたいな感じね。はい、これ。ちょっとお釣りが多かったですね。お釣り来たね。入っていい？どんなにブッシュを下げても魚にはかなわないね、このわがままめ。まあねえ、もうこれガリ、これじゃコンビニ入れない。はい、スキニーシリーズを1分半で説明するのコーナーです。もう始まってっからね。うわ、早っ。でね、まずスキニーシリーズが4種類ですね。スキニーカーリー、前もあったでしょ。スキニーシャイナー、こういうね、ピンテールのやつね。で、スキニーキックってやつがスキニースイマーに変わったのね。これまあ魚実際に釣れてるんで、その時の説明もあるんだけど、キックってのは一点集中型、スイマーは泳ぐようになったのね。それが
睡魔ね。で4種類目、これスキニークローラーね。30秒だ、早い。スキニークローラーね、これやばい、もうほんとこれやばいんだけど、今回は説明しきれないな。まあ水系がね、ちょっと今回霞水系だからここまではいらないでしょう。十分これで秘密兵器になるからね。まあ今回のスキニーシーズ、この使い分けとしてはね、まあこのピンテールのシャイナーに関してはもう何でも、ちょっとリアクション気味に早い動き、ピャッピャッピャッヘビランとかでシュッシュッってリアクションで増やすときはもう絶対これで、長い間ちょっとポールとかね、スーッスーッと泳がしたいとき、あとは濁っててサイダーアピールが欲しいとき、スキニーシーズの中のサイダーアピールはこのスキニーカーリーね。でこれネイルリグとかで泳がしてね、使ったんだけど、もうカーブホールとかスイミングさせたい時はもうこのスキニースイマーがね間違いない。で今回はこの4種類とも全部、ノーソートで作ったのね。これがまたいい、姿勢が全然違うからね。あーもう時間ないから言い切れないけど、とにかく使ってこのノーソートタイプの新しいスキニーよろしく。釣れました。ゴミだね、後で回収しないと。じゃあ、惜しくった、よっしゃー、お、いいんじゃない、いいんじゃない、あ、くそ、これ橋田さんと同じことになりそう。ほら、おらっしゃ、入った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 、おっしゃこれいいオチでしょう。おりゃ、実はガランチって、よっしゃ、イエーイ、よっしゃ、よっしゃ、泥が落ちて終わんなかったね。やったわ、はあ、スキニースイマーのね、ダウンショット丸飲み丸飲み、やっぱゴミ拾いするといいことあるんだよ。しゃあ、あ、終わった終わった、夕日が眩しい、夕日が眩しい、いや、はいや、終わったよ。変なオチじゃなくてちゃんとしたオチでね、終えた。まあね、もう有名箇所&足場のいいところ、ブッシュなし、ブッシュなしね、そこ大事ね、ノーブッシュ、そこで今日やりきって、こうで最後あんなちょっとメイクドラマっすね。
やってもう満足だね。あ、ちょっと泥まみれになったけど、まあよしとしましょう。まあ好きにこうやってね釣れっから、もうね、あのノーブッシュな人たち、チームノーブッシュ、好きに様子かを、あ、人がいても先行者いても挨拶して入れてもらって、ペッと言われてチュッ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 って言うと、バッバッ来たよって言えるかね。ぜひ好きにシリーズよろしく。あ、もう力が抜けてるけどね、好きにシリーズよろしくみたいなね。好きにシリーズを持ってブッシュに入るか入らないかはもうあなた次第。僕は今日入らなかった。入らないで、いいの絶対でしょ。好きにやれば入んないでも大丈夫。ノーブッシュね。足場のいいとこで釣りしましょう。汚れないのもね、ちょっと汚れたけどね。はい、お疲れ。